こんにちは、落とし野です。どうした？もう試合もあと何日かですね。もう1週間だね。1週間切ったね。ということで、まあ、試合前の1日を密着させていただければなと思いまして、朝から来させていただいてます。なるほどね。はい、練習も取るの？見せられない、見せられない。そういうのもね、そうか、そうだね。見せてないもんね。レスリングの時とかも見せたことないし、試合前どんなことやってるかなんか。まあもうプロだしね、そういうのを見せるっていうのも大事かもしんないね。分かった、じゃあしょうがないから見ちゃいない。このスケベ野郎が。なんで、まあ今日ね、一日ちょっと密着させてもらいますということで。うん、分かった。でももう起きてからちょっといろいろ。今からすることって言ったら普通に午前練して、みたいな感じで飯自分で動いてから、で夜 MMA の練習行くって感じで、いいの？だからそのそんな見たい？どんな練習してんだろうって気になる。このスケベが神の裁きよってやつが入るんでしょ、ここに神の裁きよそんな感じでは、あの見てってください。よろしくお願いします。お願いします。はじめ。これはサプリメントだね。はい、今からちょっと走ったりダッシュ入れたりシャドーしたりするから、その前にサプリメントを飲んでます。パレオです。これ EAA ね、粉がねすごい舞うから俺難しいから、でもこのまま入れて飲んだらってなるから、俺はこうやって。ってやると蒸せないで飲める。味は？味美味しいよ。レモン味ですごく美味しい。爽やか。でストレッチして着替えて、はい、体ちょっとほぐして走りに行きます。多分俺若く見えるけど、まあまあ年じゃん俺らって。もう実際、まあ、もう28じゃん、うん、いきなり動いたら怪我すんだよ体痛いね。だからしっかりと家でね、こうあ感じ。これやかましいね。足裏とかも結構こうやって、でもいいかなと思ったら行くんだけど、行くか。今日はいつも走ってるコースとたまに走るコースがあって、今日はたまに走るコース。川なんでかって言ったら、景色がいいから、うん、動画映えするから、うん、どうですか？まあ本当に午前中が追い込むっていうよりも、軽く刺激入れる感じで走って、何本かダッシュ入れて軽めにシャドウしてって感じ。軽く全部で10本ぐらい行きましょうか。結構やりますね。パーセンテージ分けて、でも本当に本気で走るの1本2本しかやらない。きつくない？きつくない？どっち？きつくない？全然きつくない。ダッシュは終了っすか？そうだね。シャワー浴びて、プロテインだね。うん、昼食うまでのラグ。そう、で昼は俺今日はあんまり食べないから、朝ごはんがっつり食っちゃったからお腹空きすぎて、昼はプロテインでいいかな。で練習前にもう一回食べて、あと練習夜だから8時半からとかだから寝て、もう一回飯食って行くっていう。バーテンダーですか？まあ、これはいつも通りだった。神の裁きよ。水足りない。俺ね、ドロドロで飲みたいプロテイン。なんで？美味しいから。あ、なるほど。
まあ午前中はこんな感じ、試合前だし、今日は何もないから寝る、で飯食って、まあ午前中はこんな感じです。で休んで、そう、仕事があるときは仕事するし、でも今日は何もないから、ゆっくり過ごします。おはよう。はい、起きました。3時半ぐらいに小腹空いてちょっと飯食った。そうで、これは練習前にちょっとエネルギーを取るために、まあ今日はね、スーパーで 10% 引きで売ってた栗くず餅と芋あんころ。あんころってなんだ、あんころって。なんでこういうの食べるかって言ったら、エネルギーが高くて脂質が少ない、イコールどういうことですか？炭水化物の吸収がすごくいい、エネルギーの吸収が早いってことなんですよ。で、脂質がないからなおいい。脂質が多いとエネルギーの吸収が遅くなっちゃうから、練習前にちょこっと食うんですよ。うまいわ。減量中とかは本当にもうしんどい時とか、もう普通に今1週間前切っちゃうから、羊羹だけバクッと食って、こういうのが一番いいよマジで。夜練です。夜練っていうか練習です。キックスパー30分やって MMA スパーで組み合いとかやって終わり感じの練習です。右肘左肘交互に見て、怪我しないよ。あら やべ、なんか、え？あれ、さくない、いい匂いじゃん。ゾウのうんこ踏んだ。ゾウのうんこ。いや、馬だよ。やべ。お疲れ様でした。ああ、どうもお疲れ様でした。一日長いですね。長いのよ。長いっていうかね、でも昼寝とかするから。練習終わるのが遅いからかな。まあそうだね。まあこんな感じ。まあみんなほら仕事とかしてから練習をする人がいるから、夜がメインの練習になるんだけど。向こう出たの11時だったしね。まあそう。今12時半ぐらいでしょ。で、飯食うのは12時半ぐらいだって、寝るのがまあ1時過ぎとか2時とかになる。こっからストレッチとかして、体のケアしてお風呂入って。晩ご飯は馬刺し。馬刺しはね、高タンパク、低脂質。ね？馬刺し、玉ねぎは血液をサラサラにするので、体が綺麗になります。あと、美味しい。体重もあるからね。一応、5キロぐらい。まあ、まだ落とさない。余裕だから。5キロぐらい。2日ぐらいあったら落ちるから。まあ、そんな感じです。僕の1日でした。まあ、試合前のね、今日はこんな感じだけ。仕事とかもする時もあるし、今日はこんな感じです。以上です。はい。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。試合楽しみにしてください。これいつ上がるの？試合の日。試合の日だって。あ、もう今、俺、もうあれだよ。
このもう数時間後試合したから、みんな楽しみにしててね。バイバーイ。